おはようございます。釣り子 TV です。いよいよ2022年いろいろなカタログが出てきましたね。ということで、お楽しみのですね、シマノのカタログが、手に入れることができたので、早速ね、これを見ながら今年ね、どんな新製品が出るのか、そういったところをね、見ていきたいと思います。まずはね、こんな感じの、表紙で、なんか落ち着く色合いですね。この森の中に流れる川で、よく見るとね、ここに釣り人がいるのかな？ね。そんな感じのデザインになってるんですけども、ドローンから上空で撮影したんでしょうか。非常にですね、綺麗な表紙ですね。じゃあまあ、早速ね、どんな感じかね、見ていきたいと思います。まず見開きを開くと、綺麗ですね。一度として同じ状況はない。今日という日の出会いに感謝し、その時を釣る。それは釣り人にとって永遠の記憶となり、脳裏に刻まれるということで、まあ、目次ですね。ここにリールとかロッドとかルアーとかね、書いてありますんで、ギアとかね、こんな感じの内容になってますよ、ということで、まあ、綺麗な写真ですね。さすがシマノといった感じでしょうか。なんかね、落ち着いた感じの、ページ目がありまして、でここからは機構の説明ですね。これが多分しばらく続くと思うんですけども、まあ鋼ギアが積んであるよとかね、こういったボディだよとギアこうなってるよっていうような、シマノ最新鋭の機構についてのね説明コーナーが続きまして、おここら辺もまあ全部新しいんでしょうけども、これとかちょっと気になりますね。はい、こういう感じですね。まあ、こっちは結構従来からある機能の説明じゃないかななんていう風に思いますけども、スピニングリール、まあどういった感じでこう番手をね使い分けていったらっていう、そんなのところも書いてありますね。まあ、自分なんかルアーとかね、ブラックバス釣り中心になってくるかと思いますので、ちょっとね、そうこれ総合カタログなんで、電動リールとかね、探検丸とかいろいろワカサギとか、あるんですけども、ちょっとこのチャンネルではですね、まあそこら辺のルアー釣りっぽいところを中心に見ていこうかなと思います。で、開くと、はい、来ましたー。いやー、ステラかーねー。ニューって書いてありますね。ここのこうパラパラって総合カタログね、いろいろめくっていって、ここにね、ニューってね、赤くわかりやすく書いてあるものがですね、新しいものになるんじゃないかと思いますが、いよいよ22ステラがですね、登場ということで、ねえ、どういう感じでしょうか。1000番から、5000XG までね、ありますね。気になる、自重は、まあ、1000番だとね、165g っていう風に書いてありますけど、ブラックバスなんかで使うのだと C2000 とか2500あたりになると思いますが、だいたい170g から、まあ、200g を切ったところでね、準備されていて、C のね、3000番とかだと 220g っていうことなんで、まあ、軽いところは、なんと言ったらいいか、バンキッシュとかね、そういうところが担当していて、あくまでもこのステラは、ちょっと剛性感とかを持たしたような、ね、そういった仕上がりになっているっていう印象でしょうか。ね、まあ、こう、いろいろな機構があるんですけども、ステラについてね、どこら辺がパワーアップしたのかってね、まあ今までの、技術もあると思うんですけども、最新で搭載されているところをちょっとまとめてみたので、見ていくと、まずは、インフィニティドライブという機構ですね。今回小型スピニングリールに初搭載ね。高負荷がかかっても積極的に巻き上げられるパワフルな性能。インフィニティドライブという機構が、搭載されているようですね。それとですね、これなんて読むんだろう、デュラクロスって読むのかな、タイマー毛性の向上ということで、ワッシャーが若干硬くなり、タイマー毛性は10倍以上アップ、滑らかなドラグ性能はそのままっていうことで、ドラグ性能が、強化しているっていうところもあるみたいですよ。あとね、さっきちょっと見開きのところで気になっていた、アンチ
チツイストフィンね、ライントラブルの抑制ということで、ラインローラー部にフィンをつけることでラインのたるみを抑え、スプール下部にラインが落ちる現象やラインがふわふわの状態でスプールに巻かれる現象を軽減ね。アンチツイストフィンっていうね、新機能が搭載されてるんですね。まあ、シマノのリールね、ふかふかで巻いてもね、トラブりづらいなっていうのは前々からなんですけども、そこをさらにトラブル少なめにするアンチツイストフィンっていうのがね搭載されたっていうことで、これでちょっとライトラインとか、あとまあ P ラインなんか使った時に効くようだと最高ですよね。どうしても最近やっぱりあの軽めのルアーでふかふか巻きな状態のね、釣り方っていうのが多かったりするので、そういった時にライントラブルをねより軽減できる機能っていうのはね非常に気になりますね。それとですね、インフィニティループという機構が、追加されております。三つ巻きを超えた超三つ巻きということで、ラインの放出抵抗を大幅に、削減することでスムーズなラインの送り出しを実現。2000年に発売されたステラの約6倍の三つ巻きっていうことで、うわー、ミレニアムステラっていうのはね、そのすごいこう密に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 巻くことによってっていう、機能があったんですけども、それの約6倍で三つ巻きにすることによってで、放出抵抗を大幅に軽減するっていうことで、まあ、ラインの送り出しがスムーズになるっていうことは、ここら辺は、飛距離なんかにも直結するんですかね。これはもう実際に使ってみないとっていう感じですけども、最高級機種のフラグシップのステラにはね、こういったインフィニティループが搭載されているよっていうところと、インフィニティクロスね、素材はそのままにギアの刃の設計を見直したっていうことですね。刃にかかる、負担が減り、滑らかさが長持ちするギアの耐久力は18ステラの2倍。18ステラ持ってないんで、まあ、なんとも、って言えないんですけども、とにかく、まあ、単純に、耐久力が、前作のステラよりね、ギアね、2倍になってるよっていうね。超えてきましたね。でね、価格がね、8万5400円から9万1900円っていうことなんで、まあ、なかなかですよね、なかなかね。でもそれだけの値段に見合うパワーアップをしてステラが新登場ということで、デザイン的な印象としてはこうすごいつるんとした鏡面仕上げな印象ですよね。まあベイトでいうアンタレスというかですね、ちょっと今回のなんだろう、ステラの高級感ね、これはちょっと生の目で見たり自分で実際に触ってみたりしないとですが、とんでもないことになってるんじゃないかなね。まあ釣りフェスティバルを境にこう一気にね、この使ってる動画とかそういったのもね YouTube に上がっているんでしょうから、まあそこら辺でねちょっと見ていきたいですね。であとはまあ従来のね、ところが並んでますが、まあ去年ねツインパワー XD がねパワーアップして戻ってきたよっていうことでね、ここら辺なんか未だにちょっと自分変えてないんですけど、次何か力強いねスピニングリール買いたいなっていう時はまあまあステラがあるんですが、このツインパワー XD っていうのね非常に気になっております。でブラックバスで言うとね、やっぱ軽さ重視で言うとこのもうバンキッシュっていうのがありますからね、こちらはなんとですね、ブラックバスなんかで使うまあ2500番とかの番手で 155g って書いてありますからね、これ 155g。 いやー、まあ軽さとかね軽快さ、巻き出しの軽さとか求めるんだったら、まあバンキッシュってフラッグシップがあって、でまあトータルの最高級で言うとこのステラがあるよっていう感じですかね。まあ自分は高くても結構このツインパワーあたりまでを買うことが多いので、今回このステラすごい気になるんですけどね。はい、まあ、ステラがあって、
で、こっちは、あ、サハラとか、ナスキーが新しくなるんですかね。まあ、買いやすいリールですよね。うん、1万円を切ってくるようなね、釣り具屋さんで買おうとするとっていうところが、あ、すごいですね。鋼ギア搭載しちゃうんだ。まあ、ここにね、どの機構がついているよっていう分かりやすいこうね、表があるんで、こう見てくと、まあ、一目瞭然、もうステラも全部盛りね、あって、でそこから落ちてきた機能がいろいろあって、まあ値段の差っていうのがね、ここら辺でどれぐらいその機能を積んでいるかっていう単純にね、考えるとあると思うんですけども、ここら辺の安いモデルですね、実際に釣り具屋さんでは、1万円でもう全然お釣りが来るよっていうようなところにも結構な、ね、Xシップとかね、鋼ギア搭載とかね、すごい感じになってますね。まあちょっと安いところの番手も非常にね、高性能になってるよ。あ、さらにエントリーモデルのところも新しく出ますね。初心者の方にも安心して使ってもらえるエントリーに最適なモデル、ラインの放出をスムーズにする ARC スプールの搭載により、トラブルレスで高い円筒性能、もちろん海水 OK で釣り場を選ばず使用可能ということで、お求めやすい価格ながらブラックを基調としたブルーメッキが目を引くデザイン性、安心の島のクオリティをより身近な価格帯で実現。これチェックですね。すげえ。まあこのね、 ARC スプールっていうのがね、搭載されている時点でかなりね、トラブルはもう少ないと思うんですけども、すごいですね。まあバリュープライスって書いてありますけども、全然この感じだったらね、いくらぐらい店頭に並ぶのかな。ちょっと釣り始めてみたいんだけどっていうね、入門編の方なんかにもね、安心しておすすめできる、ね、ここに島のクオリティ、身近な価格でって書いてありますから、間違いないんじゃないかなっていうね。はいはいはい、いやー、充実のラインナップですね。こっちはね、大きなね、あーそうなんだ、ステラ SW もニューって書いてありますね。もうこっちはね、3万番バネあるんですけども、15万6300円っていうことで、もう全部盛りだよっていうね、パワーと耐久性がさらに進化、絶対的な強さの象徴、ステラ SW っていうことで、じゃあどんどん見ていきますか。まあエクスセンス DC とか、ソアレ XR とか、ここら辺も新しくなるみたいですね。はい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 。海系のね、やつでいくつかですね、パワーアップした機種が、準備されてるみたいですけど、エギング用のリールとか、そうですね、こっちは、これ何用になるんですかね。これもエギングとか用なのかな。ちょっと細い PE ラインとかを使いやすいような仕様なんでしょうかね。アジングとかにも良さそうな、そういった番手に変更があるみたいですね。はい。まあ、去年買ったとこで言うと、自分はこのコンプレックスの、XR ですね。これは、すごいね、使ってるんですけど、そんなに高くないんですよ。36,700 円ぐらいっていうことで、店頭で買うとね、もうちょっと安いんで、で、まあ、155g とか 175g でね、トラブルなくね、すごい遊べちゃう。これがね、自分ブラックバスで今使っているリールなんですけども、はい。磯の方の BBX も、新しくなるんですね。このレバーブレーキがついているモデルですね。まあ、ここら辺ね、ルアー釣りに使われる方なんかもいらっしゃるみたいですからね。なんか、武骨なデザインですね。こう、
パッと見の印象ですよ。なんかこう侍が使ってそうな、そんな感じのデザインなんですね今 BBX ってね。昔高校の時磯釣りとかやってる時はね、結構このレバーブレーキのものとかね、使ったりしていたんですけども、ここら辺もね大進化を遂げてるっていうことですよね。はい、ね、パワーアップしていて、あで一気にこうベイトリールのコーナーにこれで突入ですかね。ベイトリールも非常に気になる、モデルがたくさん登場しておりますが、まあこのマグナムライトスプールがですね3になって、これがいろいろな機種にね搭載され出しているんではないかななんていうね印象があるんですけども、まあ、ここら辺細かいその機構の説明ですね。どういう機能がどのリールについているんだろうって、ここのアイコンがそのリールの説明の横に書いてあるんで、気になる機種なんかはねそこら辺と照らし合わせながら見ていくと、ということで、じゃあはい見ていきます。まあここにはねニューの文字はないですね。フラッグシップモデルが、多く載っておりますが、アンタレス DC MD、 カルカッタコンクエスト DC、 メタニウム DC ということで、これとこれは持ってますかね。こっちは持ってないんですよね。ここら辺は変更なしで、このページを見ていくと SLXDC に XT という機種が追加になるみたいですね。クイックな立ち上がりと、緻密なブレーキ制御、広い対応幅を誇るテクニカルバーサタイルモデルということで、 SLX と SLXDC があったんですけど、それにこう XT っていう上位機種が、追加になるっていうことなんですかね。クラスを超越したハイパフォーマー SLX を低完成スプールと先進 DC でビルドアップ。マグナムライトスプール3のクイックな回転の立ち上がりは軽量ルアーにおいても威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低弾道で意のままにルアーを打ち込むことが可能です。さらに遠投性能対バックラッシュ性能で評価の高いカルカッタコンクエスト DC100 の IDC5 ユニットを搭載。マグナムライトスプール3との相乗効果でキャスティング性能に磨きをかけました。駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置、滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより巻き物から内物まであらゆるルアーにマッチします。軽量ルアーからビッグベイトまで、カバーするテクニカルバーサタイルモデルですっていうことで、これ全部盛りじゃないですか。これ35,000円って書いてありますけど、ギア比の選択肢も多くて、あれ何これ、すごく良くないですかね。マグナムライトスプール3がついていて、最新の DC 機構が乗っていて、マイクロモジュールギアが積んであったら、これすごくないですか。で、自重が 195g で、ギア比が 6.2 から、8.1 まで3つ選べるよっていうことで、あら、SLXDCXT、これすごいですね、なんか。糸巻き量次第では、12ポンドが 100m 巻けるよ、ね。これ、こう具体的に使うところの機構全部盛りな感じがしますね。はい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 。あ、これか、メタニウムの、シャローエディションっていうのがね追加になってますね。これどういうことなんだろう。高精度のテクニカルな釣りにフォーカス、軽さが際立つシャロースプールモデルということで、軽量オールラウンダーの機種メタニウムに多くのアングラーから支持を集める夢やシャロースプールを標準装備。あ、なるほどね。よりテクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデルです。内物による近距離も視野に入れ、二重メタニウムから、あ、
10g 軽量化されたことにより操作性が向上しました。ロングキャストはもちろんキャスト数の多いショートレンジの釣りにおいても、精度の高いアプローチが可能、使用ルアーが多様化した現代のバスフィッシングにおいて隙のないタックルシステムを構築する上で重要な役割を担う一台です。読むと欲しくなっちゃいますね。そういうことか。近距離でこうもうピッチングをとにかく入れていくような時にこれもありですね。まあ8ポンドが100メートルほど巻ける、スプールが搭載されていて、あらららららら、自重がですね、全部これ165グラムって書いてありますよ。あれ？俺このメタニウム持ってるんですけど、あ、そうですね、こっちは175グラムオールなんですね、重さがね。で、そこのところがこのシャローエディションにすると10グラム軽くなって、なるほどな。これのね、左巻きのハイギアのものとかいいんじゃないんですか。なんだなんだって言ったらあれですけど、そう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 、ちょっとこの後に登場するねリール買おうかなってちょっと気になってる機種があるんですけど、悩んじゃいますねこれね、気になるな。で、カルカッタコンクエストに、ハイギアモデルが出たっていうことでいいんですかね。これね、あのニューって入ってますけども、パワーで圧倒せよ巻きにこだわる、円形リールの機種っていうことで、金属ボディがもたらす剛性感あふれる巻き心地、カルカッタコンクエストはソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載、回転抵抗が大幅に軽減され巻き上げの、感度パワーフィーリングともに大きく、向上しました。ボディをロープロ化することにより、パーミング性がアップですね、低慣性のマグナムライトスプール3を採用しストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。 XG が新たに加わりパワフルかつハイスピードな巻き上げがフリースタイルでも活躍しますということで、カルカッタといえばまあローギアの方を固めるね、そういった印象があったんですが、そこにこのXG モデルですね、ハンドル回転で89センチ巻き上げるよっていうこういった XG モデルの、まあ、200XG と 201XG が、追加になりましたよっていうことで、これもね結構全部盛りなんで丸型リール好きにはちょっと本当嬉しいねパワーアップなんじゃないですかね。だからまあこっちの方はあのスピニングと違ってこっちの超最上級機種の方は、そのままにかゆいところに手が届くラインナップが、まあさらにこうなんだろう、シャロースプール化されたりとかハイギア化されたりとかそこら辺が充実のラインナップになってきたよっていうところですかね。でここを開けると、そっか、バンタも新しくなるのか。これの初代のねやつは持っているんで、まあ新しい方のバンタムのね、より伸びやかにより力強く鍛え抜いた総合力がストロングバーサタイルの、新境地を切り開くということで、へー、バンタムが新しくなるのか。そうか、ストロングバーサタイルの、新たな世界を創造するバンタムがさらなる進化を遂げました。ニューバンタムには150番サイズのマグナムライトスプール3を搭載、その立ち上がりの軽さと、伸びやかなキャストフィールは19アンタレスを彷彿とさせます。光合成かつコンパクトなパーミング性能を誇る、コアソリッドボディの中には、ロープロベイト初となるインフィニティドライブを内蔵、
回転抵抗が減少したことでパワフルかつダイレクトな巻き上げが可能となりました。ストロングバーサタイルを一段上の階層へ導く一台ですということで、バンタム新しくなりますね。バンタムね、出た時ね、あのローギアのモデルを買ってですね、使いやすいなっていうことで、まあ未だにあの使ってますけども、ここのところがね、バンタムが進化するんだ。ここら辺があのメタニウムが出たことによって、あれもコアソリッドボディで、中軽量級ルアーはね、こうメタニウムがあって、でまあシャローの打ち物とか、まあ軽量なね、あと糸巻き量の選択肢ではシャローエディションが登場して、力強い釣りにはこのバンタムがカバーするよっていうね、ここら辺もやっぱりこのいろいろこうベイトリールがあるラインナップの中で、資格なしっていうところを強化してきた印象ですかね。あれこれ、あ、こう、あーたた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 ね、えこっちがベイトフィネスの一覧になってくるんですけども、ついにアルデバラン BFS が新しくなるよっていうことですね。あー、これがすごい気になってたんですよね。軽量ルアーを水面が這うがごとく低弾道キャストで見せる最先端のベイトフィネスということで、あー、そう、 うわあー、うん、読むと納得ですね。これなんかアルデバラン BFS 自重 130g ねえ、でギア比がもう 8.9 に迫る勢いのギア比で、で 130g でね、うわーこれすごいな。アルデバラン BFS がベイトフィネスリールで初となるマグナムライトスプール3を搭載、ベイトフィネス専用に設計された低慣性スプールがライトリグの世界に旋風を巻き起こす。ブレーキはバックラッシュしにくくかつ伸びに優れる遠心特性マグネットブレーキ FTB を採用。スプールにブレーキユニットを配置しない等機構はスプールの低慣性化にも寄与し、また従来よりもブレーキユニットのストロークを長く取ることでブレーキセッティングが容易になります。また新たに配置した磁性リングが最小ブレーキ時における磁力の影響を吸収し、超軽量ルアーのフリップキャストでも浮きにくく水面ギリギリを這うかのごとくストラクチャーの奥の奥へと送り込むことができます。キャスティング性能以外にも 130g という軽さ、マイクロモジュールギアやエキサイティングドラグサウンドなど、先進機構も満載、トータルパフォーマンスで見せる新たなアルデバランの誕生です。あー、そうっすか、そうっすか、そうか、そっか、そっか、いや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 、これなんか面白いな、これね、メタニウムのシャローエディションが出るから、でこっちも 165g っていうとんでもない軽さだから、もうこれ一択じゃないのってね、ちょっとさっき思ったんですけど、こっちもね、マグナムライトスプール3とかいろいろ積んでいて、で 130g なんですね。これやばいな。まあ軽けりゃいいってわけじゃないですけど、軽けりゃいいってところもありますからね。で、価格が 48,000円か。これがね、店頭で発売されるといくらぐらいになるんでしょうか。これでも気になるな。あー、ちょっとね、メタニウムとね、シャローエディションと悩むところですけど、数字上で見るとこっち欲しくなっちゃいますね、俺は。個人的な主観ですが、ちょっとこれチェックですね、ここ要チェック。はい、ここちょっと折り目でもつけときましょうかね。はい、チェックして、まあ従来のね BFS 機が数多くここのコーナーにはありますけども、まあ使いやすいね、丸型にもね、このね、軽かったコンクエスト BFS ってのが、まあこれ使ってますけどね、まあ非常に軽いのが投げやすいっ
ていうね。でも金属ボディなんでやっぱ自重は 200g あるっていうところで、まあ全然 200g でもね大丈夫なんですけど、ただ 130g っていう世界があるんだったらそれも試してみたいよなっていうね、釣り人心ですよね。でまあスコピオン BFS とかね SLXBFS とかいろいろありますけど、ここら辺まあどう選んでいけばいいんですかね。 BFS がこんだけあって、この実際にフィッシングショーとかがあったらそういうところね、あの作った人とかにねみんな聞いてみたいですよね。まあこのいろいろリールってありますからね、こんだけね、うん、まあこれ去年買ったなとかねいろいろありますけど、特にね自分なんかこの BFS 機の使い分け、これをどう考えていけばねいいのかなっていうのはね、こういうのすごい気になってね、ここら辺がねちょっとね、まあでもちょっと見てはいないんですけどね、ライブでちょっといろいろな質問全部わかる範囲で答えますみたいなね、そういうコーナーも釣りフェスティバルとかね、あと黒田さんの YouTube とかオンラインサロンとかなのかな、なんかあったみたい。まあね、これどうプロの人たちが使い分けてるのかとかちょっと気になりますよね。はい、あでこっちソルトの方ですね、まあ、タイラバで使うとかそういったリールだよみたいなのがあって、あ押し味が新しくなるんだなこれ、はいはいはい、あんまり自分やんない釣りですけどね、ここら辺の押し味側も、パワーアップしますよとね、こういうまあまあまあこれは従来あるやつかな。エクスセンスとか海系のこのルアーのやつはそんな変わってないですかね。エクスセンス DC があって、エクスセンス DC-SS、これ超欲しいんですよね。これね、気になってるんですが、いやまあ買ってないんですがっていうね、これすっげえ気になるリールなんですけどね。値段帯とは DC 機構がついていて、で糸巻き量もいいなとかね、なんかね、うん、気になってる機種がありますが、はい、ね、どんどん進んでいきますよ。ここら辺は船のリールですね、新しくパワーアップしているリールもあるようですね。はい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 、あちょっと気になるのいろいろありますけど、で、太鼓リールとかがあって進んでいきますね。でここら辺が電動リールのコーナーですね。ここら辺ちょっと自分あんまり詳しくないので、ただまあ海からルアーから何でもやるよなんていう人はこういった、総合カタログがあればね、どこら辺が新しくなったのかとかね、細かく見ていけますので、ちょっとどんどん進んできますよ。あここら辺から竿のコーナーになるのかな、ロッド、ため切れブランクスなんていう風に書いて、あすごいですね、ねじり強度 1.4 倍、つぶれ強度 2.5 倍、おーカーボンモノコックテクノロジーも今やいろいろあるんですね、こうして見ていくとね。あんまりここら辺もちょっと実際に触ってみないとというわからないよっていうところは多くあるんですけども、ここら辺ねカーボンモノコックがどんどんね、あー、振動伝達率 1.3 倍、こっちなんかは 1.7 倍とか書いてありますけど、ハイレゾタイプとかエッジタイプとかあるんですね。ここら辺はシマノの竿ってバンタムとか使ってますけどね、このカーボンモノコックテクノロジーが搭載されている竿は一本も持っていないので、あガイドのところもいろいろねやられてるんですね、これね。まあ、自分なんかは結構ねチタントルザイト最高なんじゃないかってね思ってやってますけど、ここら辺どうなんですかね、ちょっとね使ってる人いたらコメント欄とかで、こんな感じだよ、ね、トリガー周りもね島のいろいろね昔から攻めてますよね。これはい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 、なんて読むんだろうこれ、え
エクスセンスって今これインフィニティみたいな感じなんですかね。こういう感じになってるんだ。ロット C バスコーナーねがあって、ちょっとねここら辺どんどん進んできますよ。ちょっとバスのロットを見たいなっていうことで、まあまあちょっとすいません、パラ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 いっちゃってますか。あ、こういうね、ランディングシャフトすごい自分気になる方なんですけどね、自重未定って書いてあるのがちょっと気になりますね。これね、どんぐらい、これね、シャキッとしてればシャキッとしてるほど使いやすいんですよね。安いのだとやっぱブラン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 するんですけど、前ねシマノのね結構最高機種のランディングシャフト使ってたことあるんですけど、すごいビーンって遠くまで伸ばしてもシャキッとしたりするんですよ。あそこら辺で違いが出てくるかなとかね。はいはい、すいません、どんどん行きます。ソルトとあってこうね、わーどんどんありますけど、すいませんちょっと、ルアーのねロッドの方が早く見たいっていうことでどんどん進んじゃってますが、バンタム結構ニューな文字が多いですよ。バンタム2ピーステクニカルスペシャルモデルと1ピースモデルがあって、あー、これだいぶ変わるんですかね。ん、これわかんないわかんない、見た目がそんな変わってないように見えるんですけど、ニューニューって書いてありますね。これどういう違いなんだろう、ちょっとすいません勉強不足なんで、各、YouTube 動画とかを見てね勉強したいと思うんですが、バンタムはねゴーザオの方で結構好きな番手があって、2本3本使ってるんですけど、ここら辺が新しくなってくるのかな。へー、バンタムね、あ、エクスプライドが、大幅にリニューアルということで、ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅、島のバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマーっていうことで、だいたい価格帯が3万円を切るぐらいの価格帯のエクスプライドが、全部現代のね、あの流行りの、まあ、使いやすい釣り物に合わせて、こう、リニューアルしたよってことでいいんですかね。島のバスロッドの中核を担うハイカストパフォーマーが、先端テクニックを網羅する鉄壁の布陣を敷いてリニューアルデビューしました。握りやすさとルックスを兼ね揃えたエッジタイプのカーボン、モノコックグリップを新たに、採用し、さらなる軽さと感度を獲得。釣りの、基準となる王道アイテムを中心としながら、ビッグベイト、ミドスト、パワーフィネスといった新たなトレンドにフォーカスしたものまで現代のバスフィッシングにくまなく対応するワイドなラインナップを誇ります。バスロッドの用途が細分化複雑化する中で、ニューエクスプライドは個々のコンセプトを明確に反映、タックルシステムを隙間を埋めるロッドとして、新たな釣りを探求するロッドとして欲しかった一本が必ず見つかるはずです、ということで、ビッグベイトロッドね、エクスプライドのとか気になりますね。結構攻めたね、めちゃくちゃ長いベイトとかね、そういったグラス、あ、 G とかもあるんですね、 170G とかね、そういったのがあった印象ですけど、まあまずは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 、ここね網羅されているので、だいたいカバーできるよっていうところから始まって、いつもの流れでいくと、そんなニッチな竿まであるのっていうのをエクスプライドで追求してくれたりするんで、ちょっと楽しみですね。はい、まあゾディアスね、あって、あ、ちょ、新しい追加の番手もねいくつかあって、あと、ゾディアスのパックロッドが登場するってね、ここら辺ねすごい気になりますよね。あ、でもスピニングは一番短くても 6.4 フィートあるのか、ベイトの方は 58mL の4とかあるんですけど、スピニングでね6フィートに収まってパックロッドでみたいなのがあったらね気になるなって感じなんですが、まあまあゾディアスもパックロッドが選べるよとコンクエストはあるよっていうところで、はいはい、あーねえ、ここら辺はあれですかね、ジャッカルとシマノの、あ、まあ、ここら辺が超最高級になる、あ、10万円ぐらいするんですね。
あ、でこれパックロット、あらららら、パックロットで10万円すごいな。あ、でパックロット5ピースなんだけど自重 90g のモデルとかね、スピニングの方なんかはわー5ピースなのに 77g って、これすごいな、ね、価格はね 97,900円とかね、結構高級な感じですよ。まあ、ジャッカル×シマノのも最高級機種、ポイズン、ウルティマってシリーズになるんですかね。ちょっと高すぎて俺一個持ってないんですけど、でそこからグロリアスとかになってくるんですね。この辺いっぱいねジャッカル差を出してるんでね、なんかね どれがどんな感じなんだろうってちょっとあんまり勉強不足なんですけど、あでバックスワン XT とかね、安心の安心のというか、まあ好きな感じのもあって、ワールドシャウラのところは格段、まあちょっとそんなに、まあ番手がいくつか増えるっていう感じですかね。まあなかなかね今海外も行きづらい状況ですからね、まあここら辺何かね、この先に向けてどんどん開発が進んでるといいなっていうところですけども、いくつかのね、ラインナップが増えたところと、あとは、グリップのところがねこういろいろとパワーアップグリップがね、増えているよって感じですかね。スコーピオンの XV が増えたよっていうところですかね、こちらのページは。これはどういう位置づけなんですかね。スコーピオン XV は幅広いアングラーが気軽に扱うことのできるルアーフィッシングのエントリーロッド、ブラックバスをはじめ淡水海水を問わず身近なターゲットを相手にフリースタイルに選べるシリーズです。レングスの要望の多かった4フィート超ショートロッドをはじめ歴代のスコーピオンシリーズの人気番手もラインナップ、自転車長考にも便利なショルダー付きの専用竿袋も付属してます。4フィートのモデルっていうのは、ショートバーサタイルスピニング、4フィート6インチのモデルがあるんだ。気になるなこれ。ちびっこが使ったりするやつなんか、まあフローターのねスピニングなんかにも良さそうですよね。ワールドシャウラー ABC ですね。でフリーゲームとかのコーナーがあって、これ何？ボーダーレスシリーズ、ここら辺はもうそんなにもう魚種とか選ばないで、もうフリースタイルにいろいろなものを釣りで楽しんじゃおうよっていうねことだと思うんですけど、ここら辺もこういろいろな番手がね、増えてますね。気になる人はぜひ島のカタログを手に入れてみてはというところですけども、まあ従来の竿があって、あと船釣りのね竿とか上物の竿ですねがあって、黒鯛の竿とかって、まあ総合カタログなんでね、もうこれ一個手に入れるだけで冬の間はねこうやってペラペラとね、釣り物に合わせたね道具、まあ重さとか長さとか見てねこう、想像が膨らむところではないでしょうかというところですけども、このねところを超えるとルアーコーナーね、どうですか皆さん、フラッシュブースト使ってますか、ね、自分はね去年ね結構シーバスなんかに使ったらね、強輪とかねいろんなシリーズがあって楽しめたんですけども、もう今ポッパーとかにもこのフラッシュブーストが搭載されてるんですね。クランクベイト、ロングビル、ミノー、ポッパーとフラッシュブーストが搭載されて、新しいとかバイブとかね、ビッグベイトもいくつか出してるんですよね。まあ、カラーラインナップが増えたよとかね、そういう感じですかね。フラッシュブーストのシャッドとか、あとはこう、クランク今こんなラインナップあるんですね。
カラー見てるだけでもちょっと楽しいですね。バンタムシリーズどんどん広がってきますね。あー、バイブポッパーペンシル、ミノー、あー、テールスピンジグフロッグ、ビッグベイトと、いやー結構島の、あね、これスピナベ俺これまだ買ったことないんですけど、あで海コーナーに行くかな。海コーナーねちょっと気になるのがあるんですけどね。今がフラッシュブースト今 165F っていうところあるんですね。これビッグシルエットでフラッシュブースト搭載されたものあったら欲しいなと思ってたんで、今年これ買ってみようかな。ね、シマノのはねとにかくねぶっ飛んで、で謎のこのアピールでねよく釣れてって印象があるんで、うわーあーね、フラッシュブーストの身のいろんな魚種狙えるやつでね、サイレントアサシンとかもねどんどん増えて、ここら辺はねちょっとねシーバスで使いたいなってのがいくつかあるんでね、はいはいはい、こういやもうちょっとすげえいっぱいありますね。目移りしちゃうけどどれをどう選んでっかね。もうねシマノのルアーコーナーも最近本当充実のラインナップですからね。ジグテールスピンジグとか、こんなのまで島の今あるんだ。でこのねフラッシュブースト搭載したエギとかねすごいね人気みたいですよね。あんまり詳しくないんでどんどん進んでいきますが、タイラバーとあってアスカートもいっぱいあるんだな。はい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 、巨大ルアーにもフラッシュブースト搭載されてますよというところで、ここら辺もねテスターの方すごい方がいっぱいいらっしゃいますからね、もうすごいテストの末に登場したものがたくさんあるんじゃないですか。すいません、あスプーンとかもねこういっぱいありますね。どんどん進んできます。ラインね、ラインもいっぱいあるんだな。買いやすい価格帯の方が多い印象ですからね、シマノのねこのヨリ糸シリーズとか、ヨリ糸以外もあるんだな。あでここからはアパレル関係ですね。これ自分はね結構ね安いカッパとか作ってるんですけども、先輩とかのね本当にもう海釣り中心で行く人はねなんだかんだこのねシマノの上位機種のね船ガッパとかねみんな買ってるんですよね。自分はあんまりゴアテックスとか買わないけど、なんていうかこう PVC レインっていうんですかね、マリンスーツとかそういう名前であったりしますけどね、マリンサロペットとかここら辺がね結構ねシマノのねすごい高性能なんで、まあ、いつか買いたいなーなんていうふうに思ってますけど、インナーまでね全て網羅されてますね。で手袋コーナーとかあって、これ別に新製品じゃないんですけど、自分ねこの、リストサポートグローブってのをね、使ってるんですが、これこれこれね、これがね本当大きなルアーとかね使い続けるときなんかここが剣が伸びなくなるというか、なんかサポートしてくれるっていうかね、本当一日釣り終わった後にだいぶ体の疲労感が違うんですよ。これね名品ですよ。ちょっとね大きめなルアーねいっぱい使う人とかね、リストサポートグラブこれチェックしてみてくださいね。まあ、2900円とかで売ってるんですけど、ちょっとねこれマジねおすすめなんで。でサングラスコーナー、タレックスのレンズなんですねシマノの。で靴コーナーがあっ
って、すいません、総合カタログなんで、こうどんどんペラペラめくっていきます。バック関係があって、ロッドケース、小物入れとか、こう被写とかあって、あー、ここら辺はプライヤー関係ですかね。ピンオンリールのコーナーとかもあって、クーラーね、クーラー。これもね、こだわり出すと切りないんですよね、クーラーもね。最強なのはね、このね、6名極厚真空パネルとかが搭載されているものとかってのはね、本当どうしたんだろうってくらい溶けなくなったりしますんでね。で、3面真空とか、真空パネルなしとかね、いろいろラインナップがあるんですけど、ここでだいぶ値段とかも変わってくるんで、まあ快適にね、その使いたいっていう時はね、やっぱりね、自分も1個持ってるんですけどね、この6面真空パネルとかね、半端じゃないですよ、ほんと溶けないんで、っていうのがいろいろ搭載されていたり搭載されていなかったりっていう各種、クーラーボックスコーナーがあって、もう浮きコーナーがあって、仕掛けコーナーがあって、でそろそろ後ろが見えてきたかな。あ、で夢屋のこういったね、スプールコーナーがあって、ここら辺面白いですね。あー、バンタムの朝溝スプールだよとかね、BFS スプールだよとか、まあ、ここら辺が標準装備されたメタニウムっていうのが今年ね、一つ目玉として出るっていうところは覚えておきたいですよね。で、ダブルハンドルなどがありまして、で、取り付け一覧表があって、あ、修理とかのオーバーホールとかのご案内コーナーがあって、で、各種 SNS の宣伝コーナーがあって終わりですかね。いやー、はい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 、もうだいぶね、だいぶ自分はルアー釣りですし、あと自分の使ってないタックルとかは、だいぶ端折った感はあるんですが、なんとなくざーっとね、パーって見てって、今年の傾向っていうのはね、一つね、掴めたかなっていうね。あ、でもね、結構読み進めるとベイトリールどれか買いたいなーなんて思ってるんですけども、結構迷いますね。メタニウムが来て、でもアルデバランはこう来るんだとかね、もう最上級機種のステラがいよいよね、すごい進化を遂げたりとか、いやー、ちょっととね、フィッシングショーに行けない分ね、このカタログの方を普段よりね、しっかりめにちょっと読んじゃったんですけど、まあまだね、この後もね、ずっとね、これ、自分の場合はトイレに置いておくんですよね。で、朝、出勤前にトイレに行った時に、これをね、こうずーっとこう見てね、はーとかほーとか言いながら、ね、読んでいくわけなんですけども、まあ、楽しいカタログですよね。はい。なんか取り留めもない感じになってきたんで。というわけでね、本日の釣り講 TV はこちら、2022年のシマノの総合カタログですね。これを読み進めながら、今年のね、新発売の商品の傾向をちょっとね、自分なりに頭の中に落とし込んだよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。